ホテルグラムへようこそ。今回はですね、モクシー東京錦糸町に宿泊しております。このホテルはですね、マリオットグループのモクシーというブランドのホテルでして、比較的ね、リーズナブルなお値段で、かなり、ね、若者向けな定室のホテルとなっております。で、今回のお部屋なんですけれども、クイーンサイズのベッドのお部屋となっております。まずはですね、早速お部屋の様子見ていただけたらと思います。ルームツアー行ってみましょう。はい、それではルームツアー始めていきたいと思います。今回のお部屋なんですけど、1010というね、この角のお部屋となっております。お部屋入ってすぐ右手にですね、こちら、ルームキーさすところがありまして、お部屋の電気がつくようになっております。この先がですね、このように扉がありまして、この先がね、バスルームとなっております。で、正面に見えるのがですね、こちらお部屋ですね。左手にこのように、フックにね、かける形で、いろいろね、家具が置かれてまして、はい、床はですね、このようにフローリングになっていまして、バスルームのね、入り口の扉に隠れる形で姿見が用意されております。そしてその奥に入っていきますと、このようにね、ベッドがね、見えてきます。クイーンサイズのね、ベッドになってまして、すぐ右手にはですね、このようにね、椅子が用意されております。すごいシンプルなんですけど、まあ、モクシーらしいね、作りになってまして、同じくね、こちら革の素材で、ちょっとしたね、ラックが壁につけられております。その上にはですね、お部屋のエアコンのコントローラーがありまして、こちらね、ベッドの横がね、キャビネットとなっておりまして、その上にですね、このようにお水や、このお玉トーンっていうね、電子楽器ですね、が置かれてまして、ハンドシートや、今回ちょっと誕生日が近かったっていうこともあって、クッキーをね、プレゼントしていただきました。奥にあるのがルームキーのケースですね。こちらが電話ですね。モクシーらしいおしゃれなデザインになっております。こちら奥にですね、ブラウンの小さい、目覚まし時計、そしてこちらにね、ボーリーのメモ帳とペンがありますね。キャビネットの下にですね、モクシーのロゴ入りのランドリーバッグ、そしてテレビのリモコンですね。その下にですね、ルームウェアもね、用意があります。上下一体型のものとなっております。で、ベッドの横にですね、このようにコンセント USB のポートもあります。はい、で、ベッドなんですけど、このようにですね、クイーンサイズがね、用意されておりまして、マットレスとかもね、すごい厚みのある形で、かなりね、寝心地の良さそうなベッドになっております。枕なんですけど、結構ね、大きさのあるものが4つ置かれております。で、ベッドボードなんですけど、このようにね、革張りとなってまして、こんな感じでね、ベルトで、フックにかけられているおしゃれなね、デザインとなっております。読書灯なんかもね、こういう感じになっております。ベッドから見て正面に、このようにね、シャープ製のね、大きなテレビがね、壁にかけられております。奥にはですね、このようにアートがね、かけられてまして、その下にですね、このようなデザインの、間接照明がね、置かれております。お部屋の奥はですね、このように窓になってまして、まあ、正方形のね、大きな窓があります。で、もちろんカーテンね、閉められますし、ブラインドもね、こちらでね、かけることができます。奥にですね、ベッドサイドテーブルがありまして、こちらにですね、常備灯や、それからティッシュ、そして奥にですね、電源もね、用意があります。 USB のね、ポートもあります。で、上には読書灯です。はい、で、お部屋のね、雰囲気、奥から見るとこんな感じですね。お部屋の壁なんですけど、上にですね、フックがね、ずらーっと並んでおりまして、こちらね、壁掛けの形で、ラゲッジラック、それからね、椅子で、こちらもね、折りたたみの形でテーブルがね、置かれてまして、その横にですね、このようにハンガーが3つね、用意されております。それではですね、バスルーム見ていきたいと思います。こちらね、すりガラスになってまして、こちらの扉をね、開けますと、このようにですね、バスルームが見えてきます。はい、左手にはですね、このようにシャワーもありまして、すぐ右手にはですね、こちらトイレが用意されております。リクシル製となっております。で、右手にですね、このように、ボタン類がね、用意されてまして、トイレットペーパーですね。この壁はね、こういった白いレンガ調になってまして、そのトイレのね、上にはですね、このようにタオルがね、ラックにかけられております。で、そのままスライドして奥にはですね、このようにアメニティ類がね、まとめられてまして、電気ケトルやドライヤー、それからね、こちらにコンセント、
奥に小さめのタオルがね2つありまして、こちらのカゴにですね細かいアメニティ類まとめられております。黒とピンクの歯ブラシに、カミソリ、それからヘアブラシに、ヘアゴム、コットン類もね入ってますね。でこちらにですね、グラスの用意が2つあります。はい、その下なんですけどこのようにですねシンクになってまして四角いタイプですね。で奥にはハンドソープがねこちらのボトルで用意されております。でそのシンクの上なんですけどこちらに大きな鏡がありましてその上のライトもですね結構おしゃれなね、こういったデザインになっております。でシンクの下なんですけどこのように、バスマット、それからゴミ箱ですね。はい、でその隣にですねスリッパが2足置かれてまして、スツールのね用意もあります。次左手にあるのはこのように、シャワーブースとなっております。ね、バスタブとかはないんですけどレインシャワーもしっかりあってヘッドもねかなり大きいタイプとなっております。こちらにですねアメニティを置けるケースがありまして下にはですねこのように備え付けのボトルでシャンプーとボディウォッシュがね用意されております。下にはですね簡易的な、こういった椅子が用意されてまして白い壁と、このようなね、グレーの床となっております。はい、ですりガラスなんですけど、こちらねお部屋の光も入るようになっております。はい、いかがでしたでしょうか。まあとてもシンプルな作りにはなってますけど目視らしいところどころ遊び心がね、垣間見えるお部屋となってますしベッドもねふかふかでかつ枕もねすごい柔らかくて気持ちよかったです。バスタブはなくてねシャワーブースなんですけどレインシャワーなんかもあってねとても使いやすいですし物もねこの椅子ぐらいしか置かれてないんですけどテーブルやね追加の椅子が壁にかけられてるのでまあ必要ある時にねそちらを出して使うという風にすればお部屋もね割と広々使えるんじゃないかなと思います。今回はですねモクシー東京錦糸町の、クイーンサイズのベッドのお部屋を紹介させていただきました。ホテルグラムではですねこのようにいろんなホテルのお部屋をルームツアーの形でたくさん紹介していきます。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンたくさんいただけたら嬉しいです。それではまた次のお部屋でお会いしましょう。